こんにちは、ペンです。7日間で完成、リアル鉛筆画の描き方と題しまして、リアル鉛筆画の描き方レッスンを始めていきたいと思います。このレッスンでは参考画像としてこちらの橋本環奈さんのビジュアルを解説しながら鉛筆で描いていって完成させていきます。道具の準備から仕上げまで7動画に分けてじっくり解説していきたいと思います。カリキュラムはこんな感じに Day 1から Day 7まで分けておりまして、今回の Day 1では全体のレッスン概要とこの後画材の紹介をしていきたいと思います。 Day 2では下書きを用意する方法などを紹介しています。今回は初心者向けとして下書きを用意して書いていく方法をご紹介していきます。 Day 3では目と目周りの書き方を紹介していきます。Day 4では鼻、口、それに伴って肌の凹凸の描き方なんかも紹介していきます。 Day 5では髪の毛の描き方を紹介していきます。 Day 6ではその他の部分や顔以外の部分の描き方紹介なんかも加えていけたらいいなと思っています。 Day 7はまだ未定ではあるんですけれども、 Day 1から Day 6までのテクニックのまとめだったり質問に答えていったりができたらいいなと考えています。7日間で完成と謳っていますが、更新は頻繁かつ不定期になると思いますので、リアルタイムで質問を追いかけていって動画内で回答なんかもできたらいいなと考えています。チャンネル登録をしていただけると更新時に通知受信ができたり励みにもなりますので、よかったらポチッとお願いします。それでは Day 1の画材の準備を始めていきましょう。はい、では鉛筆画を描くための道具を揃えましょう。必須のものはこちらになります。まずは鉛筆ですが、鉛筆にはご存知の通りアルファベットで記号がついています。これは芯の硬度つまり硬さと濃度つまり濃さを表しています。芯が柔らかく濃く塗ることのできる順にブラック、ハードブラック、ファーム、ハードとなっています。数字が大きい方が芯の特徴が強く出るので、ブラックの 10B が一番柔らかくて濃い、ハードの 10H が一番硬くて薄いとなっています。これを全部揃える必要はないのですが、鉛筆画を描くのであれば数本は揃えた方がいいと思います。ちなみに私は今回こちらを使いました。濃い方の鉛筆の方が使ってますね。逆に薄い方は 2H くらいです。薄いですが重ねて塗っていけばいい感じに濃淡を表現できます。最初は複数本セットで売っているものを買ってみてもいいし、1本ずつでも売ってますので、お好みのものを模索して選ぶといいと思います。そして鉛筆削りも必要です。とにかく柔らかい芯はすぐ丸くなります。カッターで削ったり電動鉛筆削りなども使ったことはあるのですが、私は普通の鉛筆削りに落ち着きました。その辺もお好みかなと思います。他には、リアル鉛筆画を描くのであれば細い芯のシャーペンもあるととても重宝します。次に消しゴムです。消しゴムは普通の消しゴム以外にも練り消し、細かいところが消しやすいペンシル型の消しゴム、電動消しゴムなどがあります。描いたり消したりして質感を出していくので必要です。ペンシル型の消しゴムは髪の毛の表現に、電動消しゴムは塗りすぎてしまったところや瞳にぼんやり白い光を落としたりするときなんかにも使えます。そして実際に絵を描くスケッチブックですが、スケッチブックにも種類やサイズがたくさんあります。スケッチブックによって仕上がりが結構違かったりします。これは好みもありますので、最初は簡単なスケッチブックから買ってみて、いろいろなものを試してみることをおすすめします。最後にぼかす道具ですが、ティッシュ、綿棒、ブラシ、擦筆などがあります。リアルな鉛筆画を描くにはこのぼかすという作業が大事になりますので必要です。簡単にぼかした画像を用意しました。綿棒は細かい部分をこするのに重宝します。ティッシュは広い範囲を結構ぼかしたい時に使いやすいです。ブラシは元々の絵を消さずに程よくぼかしてくれます。この写真の道具は今回の鉛筆画を描くときに私が実際に使った道具たちです。動画概要欄に載せておきます。
ですが、これと全く同じである必要はありません。いろいろ使い比べて自分に合ったものを使うといいかなと思います。以前 YouTube 動画で鉛筆画を描くための道具紹介として、初心者向け、もっとやりたい人向けと2本の動画を上げておりまして、こちらは参考になるかなと思います。まだ道具を揃えていない、揃えたい、ちょっとどんな道具があるのか見てみたいなって方は、こちらも動画概要欄にリンクを貼っておきますので見てみてください。はい、それではデイ1は終了、デイ2へと続きます。デイ2では下書きを用意する方法を紹介します。お楽しみに。ご視聴ありがとうございます。この動画が面白かった、続きも見たいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。質問や感想はコメント欄にお願いします。それではバイバイ。